ちは、ケンです。今日はクロスバイクをドロップハンドル化しましたので、そちらのご紹介をしたいと思います。まずこちらのクロスバイクのベース車両なんですけども、ジャイアントのクロスタという車体になります。過去にはカゴをつけたりとか、あとはフロントシングル化したりとか、結構魔改造的なこともやってるんですけども、今回はそれのもう究極形態と言いますか、今回のカスタムでやることはやったなっていう感じです。もうこれ以上することないんじゃねえのっていう感じまで来てますので、よかったら参考までに見てください。まず私のチャンネルでクロスバイクのユーザーの方も結構いると思うんですけど、将来的にクロスバイクをドロップハンドル化したい、いわゆるロードバイクっぽくしたいっていう方ですね。もう車体にもよりますけども、だいたい5万円から、10万円ぐらいかかります。クロスバイクっていうのがまあ4万円からだいたい10万円ぐらいまで幅があるんですけども、もう一台新しいクロスバイクが買えるぐらいのカスタム費用かかると思いますので、まあなかなかやる人は少ないんじゃないかなと思います。ただまあそれをクロスバイクをドロップハンドル化することによって、今の車体により愛着が湧きますし、何このロードバイクっていう風に思われると思います。まあそういったメリットもありますけども、お金がかかるっていうデメリットがあります。ちなみにお店に任せたら、パーツ代と、作業費でそれぐらいかかるかなっていうところなんですけど、まあ一番のおすすめはやっぱり、こういったカスタムは自分でやることをおすすめします。私の、まあ2年前の動画見てもらうとわかるんですけど、もうド素人です。クロスバイクっていう存在すら知らないレベルのド素人から、ほぼほぼスポーツ車なら何でも触れますね。ママチャリまでも全部触れるレベルまで来てるんですけど、ほとんどが、独学に近いです。独学に近い状態で学んでから、まあ自転車屋さんで働いているっていうような状態なので、やる気と勉強する気があればできます。自分でネットで調べれることを、まあ、簡単にすぐに聞いちゃうようでは、このカスタムは難しいと思います。まあ、もし、チャレンジする方は、まあ、一度ネットとかで調べて、それでもわからないことあるなって思ったら、まあ、私に聞いていただければ、お答えできるんじゃないかなとは思いますので、やってみてください。車体の紹介いたしましょう。今まで買ったロードバイク何台かあるんですけど、それの、余ったパーツを寄せ集めて作ってますので、実際どれくらいかかったかっていうのは正直把握しておりません。はい。例えば、ティアグラ。このティアグラの一部の部品につきましては、トレックのドマーネから採用しております。トレックのドマーネは、過去の動画見てもらうと、ティアグラ10速から R7106 にカスタムしている動画があります。はい。そのティアグラを使ってたりとか、あとは、ステム。すごく短いステム使ってるんですけど、これはマミの車体から抜き取ったやつだったりとか、ハンドルは結構フレアなハンドルなんですけど、ガリバルディ G2 から、取ってます。10速化するにあたってもですね、ホイールを使わ、買わなきゃいけなかったんですけど、それもクォーターの完成車についてたホイールを使ってたりとかしてます。比較的コストは抑えつつ、変えたいところは新品で変えてるっていうような形になります。このクロスターなんですけど、フロントはトリプルです。今はダブルの仕様になってると思います。フロントトリプルの仕様で8速だったと思います。はい。それを今、まあほとんどティアグラの4700を使ってます。コンポはティアグラの4700で10速化してます。はい。まず、コンポーネント何にするかっていうことを考えたときに、今余ってるパーツ、ティアグラを採用したわけなんですけども、そうするともう10速っていう選択になりますので、ここから変えなければいけないもの。まずは、ホイール、スプロケットですね。で、ホイールも11速用のホイールを使ってまして、シマノの比較的安いホイールを使ってます。で、そこに、スペーサーをかませて、10速を使えるような仕様にしてます。はい。全体的な、まず、コンポーネントはティアグラで構成されてますよっていうことですね。STI レバー、フロントディレイラー、クランクセット、リアディレイラー、スプロケット。ここら辺は、ティアグラを新しく入れてます。チェーンですね。チェーンは、ちょっと新しく買いました。KMC の、チェーンになります。
レベルでいくと、最上級チェーンではないんですね。ただ見た目にこだわりたかったら、ちょっとゴールドの中間グレードの、KMC の、チェーンを採用しました。オレンジ色がワンポイントに入ってるんですけど、それに合わせて、クランクブラザーズのオレンジ色のペダルを中古で買いました。まあ、キャリアとかスタンドはもともとクロスターが手に入った時についてた、付けたものになりますので、そのまま付けっぱなしです。重要なこと忘れてました。本来、クロスバイクからドロップハンドル化するにあたって、場合によってはクランクセットを変えなくていい可能性があります。はい。まあ、クラリスとか、ソラとか採用する場合に限ってとかになっちゃいますけど、で、ティアグラとか105とかアルテグラに変えたいってなった場合、まず、ここの BB を変える必要があります。で、今回 BB は、デュラエス。BB はそんなに高くないです。シマノのホローテック2が、入る BB を採用してます。今回こちらについてのはデュライスですね。タイヤはこちらにつきましては提供品ではないです。もともと使ってた古いグラベルキング SS を、とりあえず履かしてます。あとは、ブレーキですね。で、これ大事なんですけど、STI レバーの引きのタッチっていうのが、クロスターにもともとついてた V ブレーキ、一般的な V ブレーキが確か、テクトロ製だったかな、ついてたと思うんですけど、それと相性が合わなかったです。まあ、よくネットで見てもらうとわかりますけど、ミニ V ブレーキ採用してくださいよって書いてあると思うんですけど、その通りで、ミニ V ブレーキじゃないと、ちょっとタッチが緩いので、ミニ V ブレーキには変えた方がいいです。もう変えなくても使えないことはないんですけど、おすすめはミニ V ブレーキに変えることですね。で、ミニ V ブレーキに変えて、しっかりここで、これぐらいの引き代でブレーキがかかるように調整してます。で、ミニ V ブレーキは、これどのレベルだったかな？なんか空だったかな？空かクラリスか忘れましたけど、そのぐらいのレベルのミニ V ブレーキを採用しております。必要性を考えまして、ハブダイナモ、シマノのハブダイナモと、シマノのライト、採用してます。何かわからないっていう人のためにちょっと簡単に噛み砕いて言うと、よくママチャリでオートライトってあるじゃないですか。まあ、要は転がればつくみたいな。充電もする必要ないやつですね。あれと同じ機構で、ハブに発電機構があるもの、ダイナモ発電ですね。ハブダイナモっていうんですけど、それを採用してます。USB 充電のライトをつけてません。ハブダイナモの、ライトを採用してます。まあ、転がりはまあまあっすね。トップアンドゴーが多くて、そんなまあ、趣味で100キロとか走る車体ではないです。非常に便利です。これが、私の、クロスタードロップの特徴、パーツ構成になっております。参考になればなと思います。ロードバイクに近い仕様にまで持ってってます。BB とかクランク変えない方も結構ドロップハンドル化する方で多いんじゃないかなと思うんですけど、ここもね、やっぱり、まあ、余ってたっていうのと、勉強のためにですね、ちょっとやってみました。はい。でも結果的には、まあ、やっぱり相性もいいですし、ティアグラ4700も結構、変速調整次第ではめちゃくちゃいいので、私大好きなんですよね。ここからが、工夫した点等をご紹介したいと思います。まず、クロスバイクは、こういう風に、フラットな、はい、まっすぐなハンドルなんですけど、そこからドロップハンドルになることによってリーチがあるので、こういう風なポジションになってしまいます。ここからこうですね。なので、ここの長くなった分っていうのを加味しなければいけません。もともとこのクロスターは私提供いただいているものになるんですけども、なのでサイズが本当は S サイズとかがの方が乗りやすいんですけど、 M サイズなのでめちゃくちゃ、もともとフラットでも結構遠かったんです。なので、今回、もうだいぶ短いステムを、買いまして、もともとガリバルディについてた、まあ、90ミリとかだと、もう全然もう遠すぎて腰が痛くなっちゃいますんで、クォーターの短いやつですね。っていうステムを短くしてます。そのリーチ分を、手前に寄せるような工夫をしてます。これは私のポイントですね。
で、次にポイントとしては余ってる部品で考えて作った車体になりますので、まあ、チェーンリングの大きさとかギアとかが選べなかったんですけど、そうするとここ見てほしいんですけど、フロントディレイラーのところが適正な位置っていうのが今ここなんですよ。ボトルケージの台座の部分に挟まないとつかないっていう状態ですね。もう自己責任でやってます。もうしっかりがっつり固定してれば私はいいっていう判断ですね。自分の車体だったらいいっていう判断でつけてます。なのでちょっと見てわかるようにかぶっちゃってるんですね。あとはここにもうボトルケージがつけれないような状態になってます。まあ今これでですね、もう何ヶ月経ってる、3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、一回もまあやっぱずれたことはないです。バンド式でしっかり止めてますので、まあ少しそこのバンドの部分、多分台座の部分だけ潰れてると思います。潰れてると思いますが、運用には問題なかったです。ここは、もし新しく買う方がいれば、アウターが何 T とかは事前に調べて、フロントディレイラーつけるとしたらどこになるかなっていうのを見た方がいいです。まあ今のクロスバイクってここがエアロ形状なものもあります。で、それだと深淵じゃないのでフロントディレイラーつけれない可能性がありますので、そこは、車体によってフロントシングルにするかダブルにするかっていうのは、判断してもらった方がいいです。あとはね、こちらは、V ブレーキ仕様なので、車輪外したいなって時に、今これ、R エンキーで、ブレーキワイヤー解放しないと車輪外れないようになってます。解放するってなると、クイックリリースみたいに、ワイヤーを解放したりするちっちゃな部品が、シマノから出てます。で、なかなか知らない人もいると思うんですけど、要は V ブレーキで太いタイヤ履いた時に、まあ、ワイヤーを解放するっていう、ワンタッチで解放するっていうのがあるんですけど、それが確かね、1800円ぐらいしたんですよ。で、それをつければ、必要性としては、完璧だなとは思ったんですけど、何分、そこに1800円かけるかみたいな、とこが、すいません、あって、かけなかったです。それに1800円かける、まあ、いわゆる、もしパンクしても、ワイヤー解放すればいいっていうタイプですね。ですが、そこも輪行とかで楽にしたいっていう方がいれば、ブレーキワイヤーを解放するシマノから出てるやつですね、を取り付けるといいと思います。メカニカルディスクブレーキのクロスバイクをドロップハンドル化した方が、おそらく安く済みます。まあ、メカニカルディスクブレーキであれば、要は V ブレーキみたいにミニ V ブレーキに変えなくてもいいですし、そのまま使えますので、まあ、ティアグラとテクトロのメカニカル V ブレーキだったりとかの相性はそんな悪くはないので、ありかなと思いましたね。うん。最後にちょっと変速を見てもらいましょうか。ダイナモはここに発電機構がありまして、回すとつきます。はい、いかがだったでしょうか。クロスバイクユーザーの参考になればなと思い、今回の動画を作りました。やっと紹介できてよかったです。今後クロスバイク系でいきますと、今父に、プレゼントしたニカシオ SE ですね。あれを今メカニカルディスクブレーキのテクトロ、まあ片方だけがこうピストンが動くタイプを使ってるんですけど、それを TRP の両方に動くタイプにカスタムしようか、それともメトレアっていう結構前のコンポになるんですけども、アーバンシティサイクル用油圧コンポですね、全部揃えました。それをつけようかな、もしくは、キャノンデールのトップストンカーボン FT から取った GRX ですね、
GRX で、グラベルロードを作ろうか今考えてるとこです。それはですね、カスタムする動画撮れたらなと思ってます。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。